皆さんこんにちは、ペリオディスタオザオです。いやー、日本はまだまだ暑いですね。皆さん夏バテ大丈夫でしょうか？熱中症にお気をつけくださいということで、私先週の金曜日から、10日間の予定で一時帰国一人で、しております。まあ、ちょうど今週はミッドウィークにラリーガイエスポーツ、開催されます。第3節がなんと8月のミッドウィークに開催ということで、10日間のうち、5日間、夜中のラリーガ中継を担当させていただくというね、まあ本当に幸せなことなんですけれども、まあ久々とまでは言いませんけれども、つかの間の日本滞在を、楽しむ、満喫する時間もなく、バタバタと忙しくしております。ということで、少し遅れてしまいましたが、8月の24日土曜開催となりました。ラリーガ e スポーツ第2節のエスパニョールとレアルソシエダの一戦、まあなんといっても我らが久保竹久竹久保をやってくれました、今季。初ゴールをいきなり2節で、しかもスーペルゴラッソでしたね。素晴らしいゴール、ゴラッソを目撃したその直後のゴールパフォーマンスも相当スペインでも話題になっておりますので、こちらの一戦、そして久保のゴールとゴールパフォーマンス、そしてプレーパフォーマンスも含めてお話ししたいと思います。結果は0対1、ラレアルが今季アウェーで貴重な勝ち点3、初勝利を奪いました。バモーセンオラブエナー。まあなんといっても、前節開幕節は、ホームでラージョに敗退スタート、黒星スタートということで、今季のレアルソシエダ大丈夫かというようなレビュー動画を先週上げましたし、まあ本当にいい久保頼り、久保の突破任せの、攻撃なんとかなりませんかね今の監督ということで心配していましたけれども、まあ少し攻撃面で言うと微調整、まあスビメンディが先発に戻ったというところもあるかもしれませんが、まあ特に、攻撃時のサイドバックのポジショニング、高さが少し高くなったかなと、まあそこは久保が先発落ちし、新加入のセルフィオゴメスが、右のウィングで出たことで、まあ彼はね、まあ張ってボールを受けて、ドリブル突破を仕掛けるような、ウィンガーサイドアタッカーではないですので、まあ久保よりもより内側にねポジションを取ってサイドバックが上がるスペースを空けてくれるというところもあるかと思いますけれども、まあ左のベッカー、ハビロペスのコンビも含めて、まあだいぶ、攻撃時に敵陣でね配置で押し込むような、局面が作れるようにはなりましたし、まああとはなんといってもピボーテにスビメンディが戻ってきましたので、まあトリエンテス、スビメンディが絡みながらブライスメンですが、まあフラフラっとねトップ下の位置でフリーマン的に、まあ右だけではなくて左にも流れて、まあエスパニョールの、ディフェンスラインと中盤のライン間でしっかりと、立ってそこでボールを受けてということで、まあうまく、ビルドアップのところからボール前進、中盤の中央を経由して、少しね運び出しがスムースになったかなというふうには見えました。まあただそういう中でも、決定的なチャンスは作れていませんでしたし、まあ後半に入ってからはエスパニョールに決定機を作られました。まあ特に56分パチェコの、パスミスから一気にカウンターを受けてしまって、まあハビプアドから、ベリスというね形で完全にこれは1点ものというような、決定機をエスパニョールが作りましたが、まあうまくねヒットせずということでベリス外してしまいまして、まあ少し後半は、オープンな展開となりましたけれども、まあ 0-0 のまま進むかなと、まあいうところで66分、ラレアルのイマノル監督が3枚替えで動きました。まあ、特に久保が入ったことによって、まあ、やはり、久保にボールが入った時には、まあ、当然仕掛け、突破のね、脅威を相手に与えることができますし、まあ、その直後に、エスパニョールもブライアン・オリバンを入れて、まあ、ロメロとオリバンのね、位置を変えてということで、サイドバックを重ねるような、まあ、久保対策で言うとダブルチームをしっかり組むことができますねというような、守備陣形になりましたが、80分やってくれました。久保竹久、まあ、見事に、股下を、まあ、エラシコ的な、左のダブルタッチで久保、抜き去りまして、まあ、エリア内侵入、まあ、そこでね、まあ、相手センターバックのカバーリングも少し、遅かったですし、遅れましたので、まあ、シュートコースがそれほどあるような角度ではなかったですが、ゴールキーパーの肩口あたりを、しっかりとぶち抜いての豪快なゴラスト、まあ、インステップというよりも少し、インサイド気味に当ててはいましたけれども、まあ、コントロールショットというよりも強く強襲の、シュートを見事に突き刺してくれまして、今季初ゴール、まあ、そしてそのまま、久保の決勝点でラレアルが勝利というのは見事な久保のゴラストでした。いやー素晴らしかった、竹久保竹久保。まあそしてその後のゴールパフォーマンスは、個人的には頼もしいなと、こんな選手が日本人選手でいるんだぜというところ、まあすでにね、ラリーガ、それからスペインの人たちは知っていますけれども、改めて世界中に我らが日本に竹久保ありというところを示した、あのゴールパフォーマンスになったんじゃないかなと。もちろん、まあ少しね、相手サポーターを煽るようなパフォーマンスにも、もしかしたら取られようによっては取られるかもしれませんが、まあただ、ゴールのね、喜びを爆発させるというか、先発落ちした不満怒りを、爆発させる、もしかするとニュアンスがあったのかもしれませんし、まあそれはね、
スパニョールのサポーターや相手向けというよりもむしろ、自分の内側であったりとか、もしかするとイマノル監督に向けてというような、ゴールパフォーマンスだったかもしれません。味方選手が近寄ってきたところをね、どけどけと振り払って、みんな聞いたか見てくれたかということで、その後に、ね、自分のユニフォームをこうやりまして、後ろのね、竹久保、覚えておいてくれよということで、見事なパフォーマンスをしてくれました。まあおそらく事前にね、用意していたゴールパフォーマンスではなくて、ナチュラルに自然とああいう、自分の感情の爆発が、起きたんじゃないかなと想像しますので、まあ個人的には全く悪いゴールパフォーマンスだとは思いませんし、まあそういうね、まあ言ったらいい子ちゃん揃いのラレアルのようなチームの中で、まあこういう感情の起伏であったりとか感情の爆発、うちに秘めたものを表にね、出すような表現力がある選手。まあそういう選手がいるのはやはりラリアルにとっては、一つアクセントになりますし、まあなんといってもこういうゴールをね、違いを生み出せるというような、選手ではやはり、今シーズンのラリアル前線では竹久保しかいないなと改めて頼りになるなと思いましたので、まあよくぞやってくれましたと、ね、頼もしいなというところを超えて、いいぞいいぞと、拍手を送りたいなというふうに思いますけれども、久保にとっても昨シーズンの終盤は、年明けにね、アジアカップに出場して、まあ、そのままのコンディションでコパデルレイの試合なんかもアウェーマジョルカ戦に、連れて行かれて出場してということで休む間もなく、コンディションを落として、まあ、そしてね、少し、怪我もありましたから、まあ、ゴールは本当に2月の18日以降ということで、半年ぶりの、まあ、オフもありましたけれども、公式戦のゴールとなりましたので、本人にとってもほっと胸を撫で下ろす、まあね、先発落ちするとは思ってなかったでしょうから、安堵するようなゴールだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ラリアに関して言うと、今日に関してはこのようなスタメンでしたし、まあ、右にセルヒオ・ゴメスが入り、中盤にスビメンディが入りということで、開幕戦からは2枚替えで、今イマノル監督組んできましたが、まあ、もちろんミッドウィークにね、すぐに、第3節がありますので、まあ、そこで、ターンオーバーを使ってくるんでしょうけれども、使ったんでしょうけれども、さすがに久保をね、ベンチに置くというのは、誰も想像していませんでしたので、まあ、久保自身が一番、と思ったでしょうし、なんで俺を外すんだと、思ったでしょうから。まあ、その意味では途中で入ってきて、まあ、試合のテンポを上げたり、ダイナミズムを生み出し、そしてゴールまで奪ってしまった久保、さすがでした。あっぱれでした。ただ、冒頭に言ったような、まあ、攻撃時にサイドバックの上がりも使いながら、うまくね、連携コンビネーションでサイズを崩していくようなところは、やはり久保が入ってからはトラオレの、上がりが少し自重されたようにも見えますので、もう少しチームとしてグループとして、イマノル監督には原則をね、落とし込んでもらって、やはり久保が持った時にもちろんアイソレーションで、味方をね、上げてしまうと相手も引き連れて、久保にね、ボールホルダーに寄せてしまうので、フリーでボールを持たせたいというような、意味もわかるんですけれども、やはり、まあ、久保が、ドリブルでカットインするようなコースを生み出してくれるような、裏抜けであったりとか、サポート、その辺はもう少しチームとして、グループとして必要かなと思いますので、左でベッカーが持った時もそうですけれども、まあ、もう少し、攻撃、特にアタッキングサードのところの崩しのところの工夫や、まあアイディア、まあ選手任せではなくて、グループでポジショニングでもう少し、崩していくような、攻撃的な戦術的な手腕が見たいかなというふうには思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。わさらアプロクシマ。最後に皆さんに豪華なプレゼントキャンペーンの紹介をしたいと思います。オンラインベッティングプラットフォームの 188bet さんが再び豪華なプレゼントキャンペーンを私のペリオディスタチャンネルの視聴者の皆さん向けに開催されることが決まりました。なんと今回は9月20日から22日まで金土日と3日間で開催される予定のフォーミュラの F1 のシンガポールグランプリのなんとペア旅行、具体的にはグランドスタンド席のペアチケット、そして5つ星ホテルの宿泊4泊5日、往復の航空券がセットとなっている、F1 シンガポールグランプリペア旅行賞が一等賞として当たります。このプレゼントキャンペーンをここから告知させていただきます。もうこのチャンネルでは皆さん、周知かと思いますけれども、改めて 188bet は創業2006年、アジア地域では業界初期から展開しているオンラインベッティングプラットフォームであります。現在はフォーミュラ1公式 APAC スポンサー、FC バイエルミュンヘンとのパートナーシップも結んでいるプラットフォームであります。幅広いスポーツの最良のオッズを提供していますし、188bet が提供するアプリで F1 の予想をしたり、勉強したいな、知りたいなと思いましたので、6月のスペイングランプリ以降は F1 に興味を持って生活をしております。まあ、そして2位、3位の方にも現地で購入する F1 のグッズをプレゼントするというようなキャンペーンになっております。詳しくは詳細は動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしていただいた上でプレゼントキャンペーンにご応募いただければというふうに思います。そしてなんと私も
9月のシンガポールグランプリに再び E188BET さんにご招待いただきましたので、ありがとうございます。嬉しい、シンガポール行けるということで、188BET さんプレゼンツの、豪華なプレゼントキャンペーンの紹介でした。